はい、それではドルスイス F カード紹介ということでやっていきましょうか。今回はですね、知ってるかな、絶対知らんよな。みんな知ってる？ディナーターレですよ。ディナーターレ、アントニオ・ディナーターレ。まあ確かにね、渋いっちゃ渋いんですよ。一応能力見てみましょうか。オフェンス17でしょ、でテクニック15でしょ、でスピード18でしょ、でスタミナ15、これスタメンで使えるんですよ。その時点ですごくない？左サイドでね、うん、こんな選手がいたんですね、うん、すごくない？マジでマジですごくない？あ、この人ね、このエンポリの出身で地元でね、デビューしたのか分かんないですけど活躍して、んでね、ウディネーゼに引き抜かれて、でそこからもうミスターウディネーゼだったんですよ。ずっとウディネーゼで引退する前なんか彼かとちょっと忘れましたけど、もうセリアでずっとね、何ゴールも、うん、何百ゴールかな、上げて、でまあ引退したんですけど、うん、いやすごい選手でしたよ本当に。まあただね、今のそのキャリア見てもらって分かるように、やっぱりウディネーゼなんでね、やっぱね、その なんていうのかな、うん、やっぱりいまいちこうね、ネームバリューがないというか、世界中に知れ渡ってないというか、まあ、そういうのはあるかもしれないですね。そのウディネーゼ時代はこれですね。能力下がってんのかな、オフェンス下がってんの15になってんな。で、テクニックが1個上がったのか、で、スピードが1個下がってんの、よくわからへん。だからこっちの方が能力低いんですよね。ミスターウディネーゼなんですけど。うん、そうですね。これも多分左サイドちゃうかな。ああ、そうですね。そんな感じですね。左ウィングっていう感じですね。で、またね、この時は、なんていうのかな、イタリアが、まあ、基本的にはまだまだカテナチオの時代ですから、そんな時に、ね、こんな攻撃的な選手ってなかなか代表とかにもね、定着できずに。うん、代表でも多分そんなパッとワールドカップとかも出たのかな、記憶ないですね。っていうぐらいの選手ですわ。うん。そうそうそう。だから本当ビッグクラブとかにね、行ってないんですよね。インテル、ミラン、イベントスとか、ああいうあたりにね。そう、ずっとこういうプロビンツァ、地方チームでね、頑張っておったわけなんですよ。まあ別にいいんですけど、プロビンツァでもね。どこに。あ、いいね。絵になるね。ディナターレ。今は多分ね、指導者やってるっていうのなんか見たことありますけどね。まあこれからね、ちょっと、大物、指導者になってもらいたいですよね。今ちょうどね、攻撃的なサッカーが主流ですから、潮流なんで、この人絶対ぴったり合うと思うんですよね。マンチニーの後はこの人かもしれないですかね。もしかしたらわかんないですけど、ぜひとも頑張ってもらいたいですね、ティナ・ターレちゃん、うん、特にね、そんな記憶ないんですよ。だってまあそもそも使ってないですからね、ディナ・ターレを。うん、ディナ・ターレは使ってないですからね、そもそもが使うことなかったですからね。多分ね、この後キラとかあったんですよ。まあ、俺は持ってないですけど、オフェンス20じゃん、19やったかな、なんかそのキラがあったんですけど、それは持ってないです、さすがに。いらないんで、使うことないんで。まあ、そんな感じでアントニオ・ディナターレの紹介でした。ありがとうございました。